さあ、今日到着したのは第二駐車場か。今回もお世話になります。少ない？さあ、今夜は野沢第二駐車場、こちらで車中泊をさせていただきます。今日の私たちのベッドルーム、こんな感じで仕上がってます。いいね。やっぱね、テーブルができたことでめちゃめちゃ使い勝手が良くなってます。今日これからカーシアターナイト映画見るぞ。うん、もっと元気よく。 OK! カーシアターナイト、 right? Right, right? おきろみんな、大雪だ、大雪、大雪警報だ、パウダー警報だ、起きろー。野沢温泉駐車場は、このね、宿泊駐車場っていうお金を払うことで、第二駐車場が車中泊可能です。よーし、8時。早速リフト乗るぜ。駐車場からいきなりリフトに乗れます。長坂ゴンドラ連絡ペアです。行きましょう。小鳥さん、スーパーパウダー、やっほー。えらいこっちゃですよ。大雪バックアゲイン、やっほー。よーし、みんな、まずはゴンドラに向かうところからスタートだ。 Here we go。なんのこれ、ジャンプ台もしかして。ジャンプ台だ。青、これジャンプ台。ジャンプ台見てみ、後ろ。スーパージャンプ台だよ。スーパーパウダー、スーパーパウダー。ゴーゴーパウダー、ゴーゴーパウダー。すげー並んでる。うわー、マジか。こんなに並ぶんだ。やべえ、侮ってた。これは全然後ろの方です。よしよし、待っててくれたね。小鳥は二人で待っててよ。オッケー、よし、乗るぞ。ゴンドラのスタッフのお兄さんに YouTube 見てますって言われちゃった。やったね、うん、やったね。どうも、頑張ろう。じゃん、パウダー、ヤッホー。みんな、またもや野沢を当ててしまった。今日も野沢バックパウダーの日です。小鳥、パウダーやる気あるか？うん、よし、青い、パウダーやる気あるか？うん、ちっちゃい声だ。よし、母ちゃん、はい、パウダー足でまといになるなよ。なんで？しない。ヤッホー！ちょっとね、ここ難しいからこっち。ほら、青、やめろ、お前には深すぎる。どうぞー。パウダーで十分だよ。本当だね。コースナイトパウダー、ヤッホー。大丈夫か？よし、頑張れ。
青天堂でもへっちゃらレッツゴー。よし、こっからもう一丁スーパーパウダーだ。ウォホー、うん、うん、やばい、来ない方がいい。左に逃げろ、左。俺もハマってる今。畜生、みんな待ってくれ。ふふー、大丈夫か小鳥、逃げろ、深すぎる。よいしょ、深すぎる。皆さんに大事なお知らせがあります。本日のパウダー深すぎるので、ちょっとツリーランはしばらくお預けです。いろんな人が踏んでくれた後に行こうと思います。そうじゃないと小鳥と青にはちょっと深すぎてね、うん、これは大変なことになります。胸パウダーね、はい、ただの事故になりますので、今日はまずコース内のパウダーを楽しんでから、ちょっと落ち着いた頃に森の冒険に行きましょう。 All right?もう全部パウダーだこれ。板がなくなりそうになりました。危ない、シャレにならん。野沢パウダー、今日はクルージングしよう。よし、おいで。すごいな今日の雪。よしよ、パウダーボーイ。ちょっと待ってて、ついてこないで。ダメだ、深い。ダメだ、今日のパウダーは深すぎてチビたちを連れていけない。危険だ。よし、いいよ、母ちゃんの後ついてけ。ゴンドラ山頂駅。お母ちゃん、あ、お父ちゃん、母ちゃん、わかった？わかった。湯の峰駅。ゴンドラ山頂駅。どっち行こうかな。今悩み中。ああ、まあ行ったね。あ、あの人たち埋まってる。あ、やった、やったって、スキーやっちゃったんだよ、ほら。うわあ、かわいそう。これと一緒。絶対そうだよ。あ、ほら向こうの人も埋まってるもん。じゃあ端っこに行かなければいいじゃん。さっきの父ちゃんみたいにちょっと突っ込んだだけでああなっちゃうから。ちょっとだけ行ってみようか。こと、あお、スリーパウダー行ってみたい人。父ちゃんの後ついてこい。ちょびっとだけパウダーな。行くぞ。ユーホーパウダー。ユーホー。
こっちおいで、こっち、こっち、こっち。そう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 。取れた？よし。すごいパウダーだった。やっほー。よいしょ。鼻が冷たいね。よし、おいで、あとちょっとだ。イエーイ、ちょびっとパウダー。鼻の下が凍ってる。やべやべ、なかなかだったね。よし、もう一回行ってみましょう。オーナイス、頑張った。おとりさん、はい、はい、すごいパウダーだね。うん、ちょっと寒いね。そしてね、寒い。うん、もうね、みんな深すぎて無難な戦火ばっかりを滑ってきます。ヤッホー、ヤッホー。で、戦火でもこの状況です。ちょっとでも見誤ると、はあって感じ。あー、ちらこちらで、あー、そこでも埋まってます。もうね、こういう状態、とてもじゃないけど子供たちが滑れるようなコンディションではなかったです。深すぎる。一晩で80センチぐらい降ったかな。だいたいそのぐらいかな。やばいね。おーら、大人のスキーヤーですら、あーななっちゃうんだから。おー、ナイスリカバリー。ランチタイム、ランチタイム。去年と同じお店にしました。青井選手、何？ミートスパゲティ。どうします？どうぞ。父ちゃんはオムライス、カレー、山菜そば。いただきましょう。はい、小鳥さん。ヘイ、ヘイ、下がってるよ、下がってるよ。それでは、ご飯食べたわけ。おっと、ダサーい。ティリー、絶対言わないの。にゃ、ごめんね。おっとっとっと。よいしょ、よいしょ、よっこいしょ。これがコース内だぞ。ありえねえ。あたたた。よし、行くぞ。なんかね、レストランいっぱいありますね、野沢温泉。泊まれんのかな、これ。さらにそんなことないか。顔が痛いよ。つらい。俺のポリシーはフェイスマスクをしねえってことだぜ。ワイルドだろ。いいか、迂回コース、敏感コースだからね。いいな、自由に滑っていいよ。もう、
登山温泉スキー場ってこういう感じなんだね。いやーすごい大きいスキー場、トップトゥーボトムしてみましたけど、なかなかねボリュームのある滑りごたえのある林間コースでした。長坂ゴンドラ2回目行ってみましょう。朝のあの行列が嘘のように。ゴンドラ2回目、また山頂まで上がります。ガシャン、はい、小鳥さん、はい、2回目ゴンドラ2回目行きましょう。実はもう時刻は1時を過ぎてます。なのでこれで上がってスカイラインコースで帰って今日はおしまいにしましょう。もう1本ぐらいこれやってみるか、1本行ってみるか。もう結構踏まれたからエスケープはできるんじゃねえか。ねえ、釣り行ってみたい？行きたい。ねえ、ここ来て釣り行ってないのはさすがにショックだよな。よし、行けるな、これだけみんな踏まれたから。ようやくね、まあ、いろんな人が、パウダーを滑ってくれたおかげで、随分滑りやすくなったかなと、少し君たちでも滑れるぐらいまで、ね、かなりパウダー削られたかなと思うので、釣り、行ってみようと思います。いいですか？もう一回、釣りへ行きたいか？声がちっちゃい！オッケー。大きいの板探してる。今日も多いね。いた噴出系かくなる私もですけどね。よし、それでは青こっち向け、森の冒険へ行くぞ。ほら勝手に行くな。父ちゃんについてこい。ゆっくりね。お、いいね、開かれた開かれた。よし、いいかい。そうは言っても難しいからあんまりスピードは出さないで、なるべくねパウダーを探して行ってみてください。よし、森の冒険だ。それではここ行きますよ。みんなついてこーい。さあ、よーし、ナイス。それでは冒険の続き行くぞ。いいぞ、ヤッホー、イエーイ、イエーイ。お、いいぞ、こと、ナイスルーティン。ふぅ、自由でいいの。お、いいね。パウダー狙ってきてね、みんな、パウダーを。次はパウダーの沢です。よし、行くぞ、小鳥、Here we go。ウォーホー、ウォーホー、ウォーホー。おお、ストップしてろ。行くぞー、やったー。ウォーホー、青のところ行く。ウォーホー、いけー、かーちゃん、いけー、かーちゃん、乗れ。あー、やりやがった。よし、置いてけ、置いてけ。ウォーホー、ヤッホー、ヤッホー、ゴールだ。ヤッホー、ヤッホー。
そうだね。あ、すごい。よろしいですか？ついてこい。ジャンプ。さあ、いいかみんな、自由にパウダーを滑ってくれ。カモン、自由でいい。いいよ、好きなところ滑ってみ。おいぞ、いいぞいいぞ。なかなかね、パウダーも食い尽くされてちょっと難しいけども、よくついてきてる。うわっ、雪男だ、あ、雪男だ、あ、雪男だ、雪男さん早く。生まれたぞ、雪から生まれた雪男だ。うぅ、やばい？やばいやばい。めっちゃディープ。ここでジャンプ。十分楽しんだ？はい。じゃあ、今度はスカイラインコースっていう尾根のコースで、下山していきましょう。結構ね、眺めすごくて、スピードも出るから、ちょっとね、気をつけながら。よーし、行こう。さあ、滑り終わって、駐車場へ戻ってきました。野沢温泉は、いつも滑り終わって駐車場に帰ってくると晴れます。なんだろうね、山の中はあんな降ってたのにね。ボトムに来るといつもね、青空が見えます。すごく気分がいい、最高。さあ、それでは野沢を出発。時刻は2時半。さあ、野沢温泉にいるのに野沢温泉には入らず、野沢温泉にも入ってみたいんだけど、ちょっとね、そもそもね、野沢温泉は暑すぎるっていうのと、あとちょっとこっからのね、駐車場からのアクセスがあまり良くないので、どこ行ってもすごい混んでるっていうね、行ったことないからあれなんだけど、噂では非常に混んでるということなので、野沢温泉はパスしていつものあの温泉に向かいたいと思います。これはみんな明日小学校お休みかな。ねえ、野沢2デイでも良さそうな感じだよね。なんで明日パウダーだね、これ、うん、明日お休みして月に行こうかっていう。残念なお知らせです。はい、父ちゃんはですね、実は今日スキーで転んだ時に膝をね、バキッてこう、あいだっていうのがあって、ちょっとまずいなと思ったんだけど、案の定軽く靭帯を痛めてしまいました。で、靭帯を痛めた時っていうのは温泉とかお風呂とか体を温めるのはタブーなんですね。なので今日は、実は松の山温泉に行こうと思ってたんだけども、温泉は中止しまして、まっすぐ家の方に帰りたいと思います。ごめんねみんな、ごめんねみんな温泉行けなくてというわけで、最強寒波、最高のパウダー、この週末ありがとうございました。もう一回ね、もうちょっとコンディションのいい日、チビたちにとって滑りやすいパウダーの日に、もう一回野沢温泉挑戦できたら
いいなと思います。それではまたデンネパーマを見てください。バイ。やったー、岩っぱらスキー場の下のゲレンデがオープンして人が滑ってるの初めて見た。やっほー、嬉しい、すげー嬉しい、いっぱいいっぱい、あー、お客さんいっぱい。それでは岩っぱらスキー場特権、スキー場の真下を車が走れます。こちらから行ってみましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。